はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッチでございます。いやいや、また8入ってきたやん、もう9月は3日の日曜日でございまして、出てい や, やねん、お昼ご飯の時に入ってくるの。9月は3日の日曜日でございまして、11時40分ですね。この部屋は32度に近いかな。32度に近いですよ。もう入り出てなよ。いやいやわ、ほんまにもう。はい、あかんって、あ、本題はですね、g.com ですね、昨日19時46分に出ました。かぁ、しばらく来なかったんですけどね。こんな記事がございます。ウクライナに劣化ウラン弾供与か、健康被害懸念も米ということで、ロイター通信は1日、バイデン米政権がウクライナに劣化ウラン弾を供与する方針だと報じた。米政府による劣化ウラン弾の供与は初めてで、数週間以内に引き渡される見通し。爆発時に飛び散る粉塵を吸い込むなどした場合、癌や出生異常などの健康被害をもたらす可能性があると懸念されている。劣化ウラン弾はウラン濃縮の副産物である劣化ウランを原料とする。比重は鉄の倍以上と大きく、戦車などの装甲を貫通する威力があると。まあ以上のニュース、これはね、ああやったらあかん話なんですよね。アメリカはね、この湾岸戦争もイラク戦争も、あと何だったかな、アフガニスタンでも、あとはあのバルカン半島のなんか一回介入したんですよ。そこでも使ってるんですね。すごいね、こう威力があるんですよ。大砲の弾として使うんですね。戦車砲とか、やっぱ航空機の対戦車砲弾ってあるんですけど、なんでその威力があるかというと、この鉄鋼弾と言いましてね、大砲の弾っていうのは、まあ、大きく2種類あるんです、ね、一つは普通の皆さんが思い描いてる大砲の弾で、ヒューって飛んできてドーンって爆破して周りにいる人を殺傷すると、あるいはですね、ビルとかに当たってですね、ビルを建物を壊すという、これが普通の榴弾というものなんですけども、これは要は爆発してその破片でその被害を与えようというものなんですね。で、木造の建物とかね、普通のレンガ造ぐらいの建物だったら簡単に破壊できます。ところがですね、これは戦車に当たった場合ですね、あんまり効果ないんですね。はっきり言ってほぼ被害がなかったりします、戦車の場合は。なぜかというと、戦車って分厚い鋼鉄で覆われてるわけですね。そうすると当たってもですね、周りに飛び散るだけでですね、戦車自体にその被害を与えられないわけです。それしてはいかんと。榴弾っていうのはこういうふうに飛んでいますね。で、それではいかんと。そうではなくって、戦車の厚い鋼板を貫くようなですね、装甲を貫くような大砲を作れないかって開発されたのが鉄鋼弾という弾でございます。鉄鋼弾はですね、ほぼまあ直線に近い飛び方をしてですね、ガンと当たって、要は装甲をこう貫いてですね、貫いて中で爆発すると。まあ装甲を破壊してしまうと。まあ、要は戦車自体を破壊してしまうという弾なんですけども、それは弾の速さとですね、で、あとはこの貫通力でいくわけですね。ところがその鉄鋼弾の砲弾の先っぽもやっぱり鋼鉄なんですね。テストテストが当たって、このスピードでこう中へ突っ込むのが鉄鋼弾なんですけど、そうするとやっぱりかなり近くでですね、近くで、なおかつですね、そのものすごいこう速さで、こう飛んでこなあかんわけであって、なかなかですね、それは難しいと。
なんて言いますかね、普通の鉄鋼弾だと、よほどそばからですね、きちっとこう当てないとですね、なかなか難しいですけど、ここに劣化ウランというのが登場するわけですね。劣化ウランというのはですね、ウランを生成する過程で発生したものであってですね、放射能がちょっと少ない炎状態なんですけども、もう使いようがないわけですよ。もうあの放射性物質として、廃棄物として、まあ、どっかでしまっておくぐらいしかないんですけども、あのもちろんそのウランを生成する過程でこう分かれるわけで、使える、要はあの発電に使えるウランとそうじゃないウランってそうじゃないのが劣化ウランなんですね。これ一つ特徴がありますよね。この鉄のね、倍ぐらい硬いんです。密度が硬いわけです。で、なんで、その劣化ウランをこう弾頭に使いますと、それがピュッと飛んでくると、もうピョーンと中まで入ってしまうわけですね。そうするとですね、この小さな弾頭でもですね、貫くことができる、戦車を。もう非常に効率がいいわけですよ。その代わりにですね、副作用がございまして、まずなんかですね、詳しくは分からないですけど、発射するときにですね、粉塵が飛ぶらしいんですよ。でその粉塵を吸い込むと病気になると言われてます。その次にですね、弾飛んでた先でやっぱり放射能がまき散らされるわけですね。だから劣化ウランを使われたところではですね、その戦争が終わった後でもですね、発がん率が高くなるというふうに言われてます。白血病がいっぱい出来たりすると、まあそんなことですね。なんでですね、それによってね、その地域の人もですね、その劣化ウランを撃った兵隊さんたちもですね、その後の健康被害って相当あるんですね。ところがですね、アメリカ政府もですね、WHO もですね、劣化ウランとの因果関係を認めていないんです。これは多分アメリカに遠慮してるんだと思うんですけども、妙なんですけどね。まあでもね、クラスター弾っていうのはね、あれはちょっと残酷やということで禁止になってたわけですけども、ウラン劣化弾についてはですね、禁止になっていないしですね、一応残酷やというよりも健康被害なんですね。なんで禁止しにくいわけであって、それをアメリカが今回ウクライナに供与しますっていうニュースって、これはねあかんでと思いますね。相当数のね、後遺症残すとこですよ、これ。アメリカなんでこれのね、因果関係認めないでしょうね。確かに劣化ウランをね、使えばね、これね、廃棄物がですね、きれいになくなるわけだってですね、いろいろ好都合なわけですよ、使う方からすると。でも現場の人たちと、その相手方というか、そのエリア、だってウクライナの国内で使うわけでしょ。いやー、これまずいなと。で多分ね、バイデンは分かってないんですよ、そういうことをですね。まあ、だから言われるがままにですね、こうやってるんちゃうかなという気がしますね。ええやん、もうそんなほんまにと思います。そこまでやらんでええやんと。確かにね、すごくね、もう一発で多分、ロシアの戦車なんかやられてしまうんですけど、当たったらね、当たりどころが悪いということはないです。どこに当たっても多分、ピシュッと中に入っていって、バーンってやるわけですよ。まあ、それはそれでね、使いたいという気持ちはわかりますけどね、やめた方がええんちゃうのと思います。で、これロシアが使っていないというか、ロシアが作っていないというのはなんか不思議ですけどね。で、ちょっと先っぽがですね、こう細くなっているという特徴があるんですけど、なんでロシアは使わないんだろうと思いますけど、まあこれもしね、大々的に使ってね、ウクライナ中がこの劣化ウラン弾でこう汚染されてしまうとですね、その後の方が厄介ですよ。アメリカ何考えてんねんと思うんですけど、これだけはやめた方がいい。はい。ということでございまして、この G.com の、あれをこう貼っておきますけども、なんと言いましょう。これ多分ね、今は認められてないですけど、何十年か経ったらね、僕の生きてる間は無理かもしれませんが、何十年か経ったら多分この因果関係認められるんですよ。それだけデータ出てんねんもん、ほんまに。
こんなことしたらあかんわと私は思いますけどね、この gg.com のですねアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。